しいですやっぱり一人というか一人で現場にいるよりもやっぱり二人でいる方が楽しいです。はい。楽しいし、あの仕事の現場でこうして二人でお互いいるのが初めてだったので、あ、マキって現場にいる時こうなんだとかっていう発見もあったし、うん、こうやっぱり知ってる人が近くにいてその人と仕事ができるっていうのはこう安心してリラックスして撮影できるっていうのもあり、勉強することもありって感じです。そうですね。そうですね、会う前はやっぱり事務所の方から話しか聞いてなかったので、まあ、話によると全くこうタイプが別だと、正反対のタイプだからあのって言われてて、自分と正反対っていうことはやっぱりそんなこと言われるとやっぱり仲良くなれないのかなとか、同い年だけどなんか、まあ、同い年には見えないって聞いてたし、じゃあやっぱりすごい大人っぽいから話とかも合わなくてあんまり仲良くなれないのかなって思ってましたね。同じこと言われてたので、こうあなたとは正反対だからっていう話を聞いてたので、あ、じゃあもう多分話しても合わないんだろうなっていう印象が合う前にあったために、こうなんていうんだろう、会った時にね、そうそうそう、微妙な空気が2人の間で流れてて、でもね、話し出すとそうでもなくってね、うん、やっぱりその会う前はすごい大人っぽいっていうイメージがあったから、きっとこう今でのこう価値観というかっていうかもう全然違うから、なかなかこう気が合ったりはしないのかなと思ったんですけど、なんかこう会話すると、ま、同い年だなって安心できるのがあって、逆にやっぱりそういうのがあるからすごくなんかこう親近感というか、あ、ちょっとやっぱり全然違う、なんかこう人種とかそういうのではなくて、あ、同じ17歳なんだなと安心してやっぱ仲良くできますね、うん、そうですね。沖縄から出てきて、その東京の自分と同い年の子と会うこと自体初めてだったし、こうやっぱり東京の子って違うんだろうなとか思いながら会ってたから、なんだろう、こう東京のその自分と同い年の女の子ってこういっぱいおしゃれしてたりとか、なんだろう、なんかそういうちょっと突っ張ってるっていうか、なんていうんですかね、こう悪い言い方ですけど生きがってるっていうか、そういうイメージがあったんですけど、それが全然なくて、こうなんだっけな、出てきたばっかりの頃になんだっけな、ゴーヤーチャンプルがどうのこうのみたいな話をされたことがあったの、多分。そうそう、なんか沖縄っぽいことをいかにもっていうことを聞かれて、そうそう、あーってそんなことなかったなと思って、本当に、うん、何を話したらいいか分かんないからって考えて、すぐ出た言葉が沖縄の給食ってゴーヤーとかでそう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 ね、そうベタな質問だなと思いながら、だって沖縄の子に会うのとか初めてだったし、なんか沖縄って行ったこともなかったから、イメージとしてなんかゴーヤかなみたいな、うん、もうその一言で、うん、あってあこうなんかポワンってもういらないものが割れた感じで、でも全然会話にならなかったよね。ならなかった、ね、あ出ますみたいな、こんな感じで出ますけどみたいな、はい、で終わりな感じでした。そう、そうですね。ちょっとじゃあ何かびっくりした。見えますか？ちょっと漢字一文字で表してみました。なんか綺麗ですよ、すごく、うん、なんかこう髪の毛がすごい長いところとかも、私すぐずっと短かったから、そういうのに対して憧れみたいなのもあるし、
やっぱりスタイルも綺麗だし声も綺麗だと思うし、なんか横顔とかも綺麗だしまつげも綺麗だし、なんかすごく綺麗だなって思います。褒め殺し会、褒めました。はい、うーん、マキはしっかり者のお姉さんって感じなんか同い年だけど、なんだろう、こうなんか頼れるなんかものを持ってるなんか私4人姉妹の末っ子なんですけど、マキは3姉妹の長女で、こうなんか育った環境っていうか同じ年で、なんていうんだろう、妹がいてお姉ちゃんがいてっていう、やっぱりそのマキは妹がいる分しっかりしてる部分もあるし、私はお姉ちゃんたちに頼りっぱなしで来てる部分があるから、どうしてもこう隣にいる人に誰かに甘えてしまったりする部分があるから、なんかそういうのもあるのかなって思いつつ、だからなんだろう、まあ仕事の先輩でもあるっていうことも大きいかもしれないけど、なんか自然と仕事の話もできるし、なんかいろいろ聞いてもらったりしてます。目線向かって、顔の色、うん、そうですね、きっとこのままこうやっていろんなお仕事してて、とこういろんな経験して、多分メサは大丈夫だとなんかきっと辛いことがあっても、なんかこう立ち向かっていく気がするから、なんか特に変な心配はしてないんだけど、そうですね、何かあれば、そうですね、私に相談とかしてもらって、はい、なんていうかな、あ、なんて言ったのかな、難しいな、そうだな、まあこう一人で気を張りすぎないで、頑張ってもらえたら私も応援したいと思いますありがとうございます、はい、一緒に現場を踏めて、こう今まで結構お互いの仕事を、なんだろう、私はマキがやってることを見てたし、マキも舞台見に来てくれたりとか、お互いの仕事をこう見ることとかあったけど、同じ現場でマキと一緒に入れたのはすごい貴重だったし、こう見えて何気にあーってこう勉強になったりとかしてる部分もあるし、なんか、うん、一緒に仕事できてよかったなってすごい思ってます。で、ね、ドラマとか雑誌とか多分これからお互い別々にやっていくし、多分2人でやっていく、何かやるってことの方が多分今後難しくなるだろうし、ちゃんとっていうか、お姉ちゃん見てるんで、はい、お姉ちゃん見てるんで、はい、うん、最近プライベートで遊びに行ったりしてないけど、うん、遊びにまた行きながら、はい、いろいろ語りながら、はい、これからもよろしくお願いします。こんなんで大丈夫ですかね、はい、すげえ照れる